北野しおりのリアルドライ。皆さんこんにちは、北野しおりです。こんにちは、佐藤美久です。さて、この北野しおりのリアルドライは人気コスプレイヤー北野しおりちゃんと、はい、私女優でタレントの佐藤美久の2人がコスプレというジャンルについてあえてラジオでお伝えしていく番組です、はい、それではまずはじめに私たち2人の自己紹介をさせていただきたいと思います。皆さん改めまして、北野しおりです。現在大学で服飾の勉強をしながら、休日はセリナというコスプレネームでコスプレイヤーとして活動しています。私のコスプレの様子はツイッターのアットマーク SHIORIN523 というアカウントに載っているので、よければチェックしてください。今回もよろしくお願いします、はい、皆さん、佐藤美久です。普段は女優としていろいろな映画やドラマに参加出演させていただいたり、ラジオパーソナリティとしてここ市川うらら FM さんで毎月第2第4金曜日夕方6時から佐藤美久の女優道という番組出演中です。そしてネット放送でピンクのウィッグに青の丸眼鏡、カタカナ佐藤美久に扮してゲーム配信番組も毎月第1第3金曜日夜11時から担当させていただいております。私の情報は公式ブログやツイッターなどチェックしてみてください。こんな2人がこの番組を進めてまいりますので、どうか皆さんよろしくお願いします。それではまず1つ目のコーナーは乙女ロードナウのコーナー。はいはい、このコーナーは私佐藤美久がサブカルチャー、特に腐女子を中心としたアニメオタクの聖地と呼ばれる東京池袋乙女ロードのトレンドについて勝手に潜入し、その様子や編成について毎月リポートしていくというコーナーです、はい、ちなみに乙女ロードを簡単に説明させていただきますと、うん、東京池袋のサンシャイン60の西側の通りのことを言います。なるほど、はい、お店のほとんどは中古品を扱うお店が多いです。で、お店ごとにジャンル別に分かれています。中には激レアグッズなどもあったりしますので、ぜひ一度立ち寄ってみてください、はい、さて今回はですね、とある目的がありまして、なるほど、大晦日の日に、うん、乙女ロードに行ってまいりました。はい、年末だしちょっとお客さん多いかなっていうふうには思ってたんですけれども、はい、まあ意外と結構どのお店も空いてました。そうなんだ、はい、で私が、まあ、なぜ乙女ロードに行こうかと思った目的はですね、前日に自分の部屋を掃除していて、はい、まあ、断捨離ということで、まあ、いくつかの同人誌やグッズとねお別れしようかなと思いまして、初めて乙女ロードに持って行きました、うん、でもしかするとね、リスナーの皆さんの中にこうどうしようかなというふうに迷っている方もいらっしゃると思いますが、まあ、コーナーの最初にもお伝えしました通り、お店ごとに、うん、ジャンル別に分かれているので、うんうん、グッズも持っていけるお店も分かれてます。なるほど、はい、仕分けしていかないと。そうなんですよ。なので私持ってって思ったのが、はい、これはアニメごとに分けていかなきゃいけないなっていうふうに思いました。ジャンル乙女ゲームとか、そうそうそう、いつもだと私はこう地元の近くのこう乙女ロードとかにあるような、はい、中古屋さんでいつもお渡しするんですけど、まはい、こう池袋の乙女ロードはこうジャンル別に分かれてますので、はい、聖地ですからね。そうなんですよ。なので結構ねお店たくさんあるので、はい、ぜひ皆さん検索していただいてから持っていていただけるかなって思います。で実際私持ってったんですけれども、はい、同人誌とあとはグッズを少々持っていきまして、うんうんうん、で結構ね受け取ってくれないところがあって、まあ、なんでかっていうのは、まあ、私が考えたのは多分まあ、時期その出てた、うん、本が出てた時期とか、はいはい、あとはそうね、まあ、作家さんとかがそうまあ、理由っていうか、うんうん、まあそれもあって引き取ってくれないところもありますし、引き取れないんですけど処分しますかっていう、はい、ところもあるので、値段つかないですっていう、はいはい、で比較的結構グッズの方がいいかなっていう、うん、持っていくと結構そうね。しおりちゃんもあります？私も昔あります。あ、本当、うん、なんかあります。うん、グッズも諦めようと思ってそうカバンに全部つけてたんですけど、カバンごと持ってって、はい、そうなんだ。重かったのが帰り現金になって帰りましたそうなんですよ、はい、なのでもしね私みたいにこう遠方っていうか、私も、はい、まあ、千葉県出身ですので、はい、もし遠くから来られる方はもし、お店の、うん、ホームページなど見ていただいて、で、まあ、今これが
E とか、はいはい、強化買取みたいなね、そうそうそうがあるので、はい、ぜひそちら見ていただいて、もしあったらあの持ってっていただけると、そうですね、事前にチェックした方が安全かもしれないです。私ね、それがね失敗だった。帰り結構持って帰った。そう、ちょっと大変だった。辛い。まさか、うん、あ返されるんだっていうのが引き取ってすらもらえなかったんだみたいな、残念って思ったんですけれども、はい、あのですので皆さんそこはねあの、はい、ご注意いただけたらなと思いますので、はい、私もね初めて行ってあの知ったことなので、その場で知りました、うん、あそうだったんだっていう今までは結構ラッキーだったんだっていうのが分かりましたので、はい、はい、ぜひねしおりちゃんも行くときは、はい、あのいろいろ整理してからリサーチしてからそう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 持って行っていただけるとなと思います、はい、ではですね皆さん、はい、各店舗のですねホームページなど見ていただいて、実際に引き取ってもらえるかなどをきちんと調べてからの方がいいかと思います、うん、はい、ではですね以上乙女ロードナウのコーナーでした。しおりのレイヤーあるあるのコーナー、イエーイ、イエーイ、改めまして現在放送中の北野しおりのリアルドライ担当は北野しおりと佐藤美久でお送りしております、はい、さて続いてのコーナーはしおりのレイヤーあるあるです、はいはい、このコーナーはですね現役人気コスプレイヤーの北野しおりちゃんの独断と偏見でレイヤー、いわゆるレイヤーさんならではのあコスプレイヤー、いわゆるレイヤーさんに失礼しましたならではの、はい、あるあるを、紹介して、レイヤーさんは思わず苦笑いとうなずき、我々一般人はハテナマークになってしまうかもです、はい、それでは今回はですねレイヤーさんのイベントに参加する日から、うん、イベント直前まで編についてね、なるほど、あのいろいろと、しゅーちゃんにお話しいただきたいなと思います、はい、ではね、はい、まずはイベント当日、そうそうそうね、うん、朝っていつもどうしてるの？いやなんかもうみんな更衣室でメイクするんで、うん、ノーメイクで、あ、まあ、カラコンはしてくかな。えカラコンってあのどぎつい発色の、あやっぱり黄色だもん、すごい黄色、そうそう、まあ、そうなんだ、恥ずかしいなって思う人は現地でするんですけど、まあなんか別に誰に見られてもシュリちゃんつけてきます、私つけてっちゃいますね、あそう、うん、なんか他人の目気にしないみたいな、あでもノーメイクってことは、はい、マスクはもちろん、マスクはまあ大体するんですけど、まあ私は化粧のり悪くなるのでしないです。あそうなんだ、はい、だから朝すごい死神みたいな、えマスクすると化粧のり悪くなる、悪くなります、肌荒れちゃうっていうか、そうなんだ、すごい顔してますよ朝、あの蒸されちゃうからってこと、なんだろう、息で、うん、乾燥しちゃうんだよね、あそういうことか、そう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 、ね、まあ個人差あると思うんですけど、うんうんうん、私はって感じです、あ なるほど、ね、なるべくつけたいですね、新品を皆さんに披露するあーなるほどね、はい、え結構こうノーメイクっていうか、まあ、カラコンって、はい、結構、うん、私的にはなんかちょっと違和感あんのかなっていうのはあるんだけど、うんうん、しおりちゃんはどうか、どうなんだろう、違和感あるけどなんか移動の間だけだしいいかなって、そう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 、ね、つけといた方が楽だし、比率的にどっちの方が多いの、うん、半々ぐらいかな、あそうなんだ、うん、あなるほど、私目悪いんで、あそう、ドイツのカラコンしてるってだけかも、そういうことか、なるほどね、そうそう、はい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 、そうじゃない人は現地でつけることが多いかも、うんうんうん、なるほどね、で例えばさ、はい、あのイベントの朝さ、はい、こう要は持っていくじゃない荷物とかいっぱい、うんうん、でその時にうわこれは忘れてしまったみたいな、ある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 かな、ビッグネット忘れましたとかあのそれはどうしてるの、私はなんですけど SNS とかに書いてこう同じ会場に向かう人が助けてくれないかなっていう淡い期待淡い期待だな、はい、もし、うん、いなかった場合はどうするの、いなかった場合は、代用品をどこで購入できるか必死に検索しては、はい、コンビニにあるもので代用できるかとか、はそう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 、なるほどね、うん、頭の中、うんうんうん、ずっとそのこと考えてますね。それで駅乗り忘れたりとか降り忘れたりしちゃうんですけど、考えすぎてね、そうそう、キャリーバッグの中にあれ入ってたかなみたいな、あーなるほど、移動大体キャリーバッグ多いんですよコスプレイヤーって、あそうだね、そうそう、私もよくなんだろうコミケとかもちろんねコミケとかの朝とかになると、うんうん、こう私も朝例えば出かける時とかは、はい、すごいやっぱりゴロゴロキャリーケース集団がいると、ね、あレイヤーさんだなっていうのは私は分かりますね、そうキャリーバッグに、うん、あのコスプレで使う武器とか、はいはいはい、刺すんですよ、うんうんうん、ただなんか銃刀法違反とかあるのであの一応おもちゃっていうかレプリカでも木とかでできてるとあるんですよ木刀みたいな、だからなんだろう、私はマフラーで包んで隠して、あなるほどね、はい、はい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 、ただキャリーバッグに、うん、
イベント会場じゃなくて自分の最寄り駅とかでも、うん、キャリーバッグになんか刺さってる人いると、うんうん、あの人はコスプレするんだなってお察ししちゃいますね。なんとなくわかる。あでも刺さってる剣で あのキャラだなっていうのはわかるでしょ。わかるわかるわかる。あの刀系かなみたいな。あなるほどね。そう刀はね、うん、なんか楽器ケースに入れてる人もいるんですよね。えギターとかそう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 。だからパッと見バンドマンかなみたいな。バンドの練習っぽい。それですっぽり入るもんね。そうなんですよ。そっかそっか、なるほどね。すごい乗客さんに見られてますけどね。いやそれさ、うん、結構あの話しかけられたりとかするの？どっか行くのみたいな。ご老人とかには話しかけられますね。すごい荷物ね。どっか旅行行くの？あ旅行。そう、あそうなんです。そう説明すると長くなっちゃうから。旅行ですって言っちゃうんですけど。なるほどね。そう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 。あそっか。会場に向かうわけですよ。はいはいはい。で会場を着いて、うん、私はまずコンビニ寄って。うん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 。なんだろう、お買い物するとこなかったりとかするんで水分補給するための飲み物とか、あと朝急いで出てきてる場合がほとんどなんで、うん、朝ごはんとか、うん、軽食購入して、うん、まあ、会場向かいますね。軽食ってどれぐらいの軽食？いやあのお腹出す衣装の時とかはあの何も食べなかったりするんで。そっか、そう余裕な人はいいと思う。私はすごいそのぐらいのこ、うんうんうん気持ちで行かないと無理なので何も食べないんですけど、まあ、うんうん、一口サイズで食べれるものとか汚さず食べれるものが多いかも。衣装汚れてもちょっと台無しになっちゃうので、うん、それこそ前にも言ってたけど、うん、チョコレートとか、あそう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 、なんだろう、糖分補給、うん、飴とかぐらいはやっぱり。でも危ないよね、うん、そう特に夏場とかはね。そうなんですよ、衣装も結構重いとかウィッグの締め付けとかで体力がどんどん消耗していくので、あのエネルギー補給すごい大事なの。そうか、ウィダーとかでも。あーなるほどね。そうそう、そうか、お腹出ちゃうっていうのもそうなのかな。はい、キモになってくるのね。はい、あのビジュアルの問題が。なるほど。そうなんです。しゅりちゃんは、うん、絶食の方が多いの？あ私はあお腹出す衣装は私は絶食、ね、水分ちょっとだけとか、ね、そうそう、なるべく空っぽにしたいなみたいな浅ましい考え、日頃の努力がね大事なんですけど、その日お腹へこませたいみたいな。なるほどね、うん、そうなんですよ。まあ、会場に着きまして、はい、で着いたらね、うん、それはその着いた後は何かするの？着いたらまず受付します、うん、はい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 、そう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 。それはなんか事前いろんなね、うん、事前申し込みとかあるじゃない。あそれ以外にもあるってこと？あるある、当日券も全然ある。ある、あそうなんだ。そうなんか事前に申し込みしておくと、うんうん、スムーズに入れますよっていう、うんうんうん、大きい会場とかだと受付するところまでたどり着くのにすごい時間かかっちゃったりとか。そういうことか。そうそう、なんかまあ余裕がある人はね、うんうんうん、なるべく事前に準備して、でそう会場着いたら受付するなり、うん、そのまま会場入るなり。スタッフさんは分かりやすくなって、うん、腕章とかついてるからすぐ分かる、すぐ分かる。なるほど。そうじゃあスタッフさん待ってて、そうそう参加料支払ったり、カメラマン参加ですかコスプレイヤー参加ですか、あなるほど、ね、そういう受付をします。はい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 、はい、そうでその受付した後は、うん、こうなんかもらえたりとかするの？なんか会場見取り図もらえたり、はいはいはい、地図とか、あと参加規約じゃないけど、うんうんうん、まあ今回このイベントはこういうルールでやってるので、はいはいはい、このルールを守って参加しましょうとか、あ注意事項が書いてある、ね、そうそう露出の制限とかもねいろいろあるので、はい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 、そういうの確認しながら武器とか、うんうんうん、ああなるほどね。そうなんです。はいはいはい、まあ、その、まあ、見取り図見取り図見取り図もらったりとかして、そうなんかエリアによってコスプレ OK だったりこうダメなエリアとかあるから、はいはいねうん、それをちゃんと確認しないと。そっかそっか、そうだよね、わかんないから、ね、立ち往生しちゃうので、うんうんうん、なるほど。そう確認受付をしてから、見取り図とか、まあ、もらってから、はい、あとは参加証とかもね。はい、なるほど。そうカメラマンさんとか首から下げてる人いるんですけど、コスプレイヤーはシールとかリストバンドのことが多いかもしれないです。あなるほどね。あ、そうなんだ。そう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 。
なるほどね。それで予約受付完了って感じです。なるほど。まあちょっとねお時間が来てしまいましたので、あのちょっと次がね、まあ更衣室でね、まあ、はい、皆さん聞きたいところも本番ですね。なのであのちょっとこれはね次回に持ち越しということで、はいはい、では皆さんお楽しみにお待ちいただければなと思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回もですねレイヤーの人は苦笑い、リスナーの方のほとんどはへーの連続だったのではないでしょうか。今回はですね時間の関係で、イベントスタート前までのレイヤーあるあるについてお話しさせていただきました。うん、はい、これで皆さんもなんとなくコスプレイベントの概要かな、うん、というか、まあ、なんとなくそうそう流れがね全体像が見えてきたんではないでしょうか。はい、次回はですねこのレイヤーあるあるいよいよイベントが始まってからのあるあるに移っていきますので、はい、お楽しみ。以上しおりのレイヤーあるあるのコーナーでした。ロード2ブルガリアのコーナー、イエーイ、このコーナーはですねリアル目標に向かって進んでいく姿を追っかけ、ドキュメンタリー的に毎月リポートしていけば我々2人が頑張っている姿に共感いただけると考えられたコーナーです。はい、でなんでロード2ブルガリアなのかというと、毎年ブルガリアでコスプレを中心としたジャパンフェスをやっているらしく、無謀にもそのフェスに2人で参加するため、まあ、とりあえず現状本当にブルガリアに行けるかどうかも全く決まってはないんですが、はい、まずはまあ勉強ということでいろいろ皆さんにとともにまずはブルガリアについて勉強していこうと思っております。はい、そして、前回はちょっとだけフライング気味にブルガリアについて勉強した私佐藤美久がしおりちゃんにブルガリアについて基本的情報のクイズを出しましたが、今回はリサーチを作家さんに完全お任せいたしましたので、私も初めて聞くことばかりなので、はい、しおりちゃんは元よりラジオを聴きの皆さんもですね一緒に勉強していきたいと思います。まあ、ただ作家さん曰く折を見てまたテストをしたいとあの思っているということなので、あの我々二人は今回のリサーチ結果をねあの覚えておくようにということでした。なるほど。ということは、はい、私が出題して、うん、みくちゃんが答える場合もあるってこと。そうだね。なるほど。だからそうみたいです。はい、2人でお勉強していきましょう。そう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 。で、ですので私もですね読みながらしっかり覚えていこうと思います。楽しみですね。はい、ではまずはですね、おさらいも含めてあのブルガリアの位置なんですけれども、はい、覚えてます？しおりちゃん。ヨーロッパすごいざっくり東南ヨーロッパ。あ、そう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 。まあそうブルガリアはそう東南ヨーロッパにありまして、はい、東に黒い海って書いて黒海ね。知ってる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 な北にドナウ川があって、はい、南にトルコとギリシャ、西に、セルビアとマケドニアに面しています。うん、ドナウ川とかも知ってます。あ、本当？はい、あ、そうなんだ。なんかギリシャ神話読むの好きだったんで。あ、初耳。そう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 、そうなんだ。だからその地域なんだなっていう。あ、知ってるんだ。なんとなく、うん、なんとなくね。あ、なるほど。ではですね、日本からブルガリアまでこれもねあの、うん、前回ねやりました、ね、はい、約 9000km もの距離がありまして、途方もない距離だから想像つかないですね。本当にそうだね。ブルガリアまでの旅は飛行機で丸1日かかります。なるほど。飛行機乗ってる。丸1日乗るんだ。そう、それだけ大変なんです。なんて遠い時なんでしょうそうなんですよ。うん、で時あのこの距離だと、はい、非常に時差もありまして、なるほど、まあ、冬の間はですね、うん、あのブルガリアと日本の時差が7時間です。へえ、はい、冬の間ということは夏と冬では違うんですね。そうそうそう、そうなんです。夏の間サマータイムだけは、まあ、時差が6時間になります。へえ、はい、なのでつまり、まあ、日本人が、はい、あのお昼ご飯を食べ始めるぐらいに、はい、あのブルガリア人の方は、やっと起きるところです。なるほど。日本よりも、うん、7時間遅れてるっていうか、7時間時計で言うと戻る感じ。わかりました。ちゃんと覚えます。うんうん、これは絶対テストに出ますよあの結構ね、はい、あの時差は7時間、あのすごいあの工学心旺盛です、ね、はい、学んでいかないといけないんで、ね、そうだね、まあ、私もねこう言いながらね学んでいかなきゃいけないですから、はいはい、覚えました。時差7時間、はい、はい、大事です。はい、ではですね、はい、次に、まあ、ブルガリアの首都は、まあ、ソフィアというところでして、はい、ソフィアは西の国境の近くにあります。うん、で約150万人強、うん、まあ、ブルガリアの約5分の1の、はいはい、そうなんですよ、大都市なんですかね。そうですね、の人口で賑やかな都会であるとともに、まあ、ヨーロッパ、最古の
都市の一つにありまして、ヨーロッパの中で最古なんだ。すごい歴史が深いっていうか。そうへー。でその歴史はね7000年だね。7000年以上。今紀元前から、うんうんうん、へえ、7000年以上に及ぶとされてます。へえ、はい、紀元前そう2回ぐらい言ったね。まあ、ちなみに、まあ、このソフィアと、はい、あとは、まあ、ギリシャ語由来でね、はい、知恵っていう意味なんですって。へえ、はい、知恵の都市。そう知恵の、あ、そうね、すごいいいこと言った知恵の都市、はい、そうで、そして、まあ、ここソフィアには、はい、まあ、文字通り、うん、あのブルガリアの最大大学、うん、ソフィア大学。あ、日本でいう東大のような。そうかな、うんうんうん、頭のいい、うん、で、数多くのギャラリーとか、はい、あとは博物館、はい、映画館などの、まあ、文化施設がねたくさんあります。はい、まあ、ただあの、はい、大都会からといって、うん、ソフィアは建物ばっかりではなくて、はい、近くの観光地ビトシャ山まで、うん、バスや、まあ、いや大きい山なんですけども。なるほど、はい、バスや ロープウェイで、あの車でも簡単に行けるそうです。へえ、うんうん、なんか東京とかの大都会よりもこう、うん、ソフィアにはその都会部分もあるけど自然の部分もあるっていう。そう共存してるんですね。そうなんですよ。なので、はい、あの、で、あの、この、まあ、ビトシャ山は、うん、あの、冬の旅ですと、あの、雪景色も非常に楽しめます。そっか。なので、まあ、スキーやね、まあ、私も好きですけれども、はい、スノボも、あの、できるそうです。へー。はい。そういえば、上智大学のことソフィア大学って言いますよね。あ、そうなの？ミクちゃん知ってました？知らなかったです。豆知識はドヤ顔で披露してるんですけど、ありがとうございます。上智大学。そう。なんでかは分かんないんですけど。さっきの東大ではなくて、で上智大学なのね。上智大学がソフィア大学に近いってこと、ね。日本のね、上智大学を呼んでるらしいです。はい、はい、わかりました。みくちゃんソフィアといえば。ソフィアといえば。はい。なんだろう。あ、でも私が知ってる、はい、あのソフィアは、まあ、かっこいいボーカル、はい、そしてあのドラマでね、うん、共演させていただいた松岡充さんがねいる、ちょっとバンドしか。へえ、これテストに出ますね。あ、で、出る、出るのこれ。出題します。出題予定です。どれ。ソフィア。ソフィア。ソフィア。あ、なるほど。そう、これキーワードです。うんうんうん、そう、二重線です。あ、二重線。うん、ひどかった。ちょっと気を取り直して。はい、まあ、そんな、ブルガリアの気候はと言いますと、うん、まあ、全体的に大陸性で、涼しい春、うん、暑い夏、そして、雨の多い秋、はい、雪で真っ白になる冬の四季があります。へえ。もっとシンプルに言うと、はい、ブルガリアの冬は、はい、結構寒くって、なるほど、あの首都のソフィアの近くのトラン市っていうところでは、うん、最低気温はマイナス39.3度です。はい、あー、なんか全然想像つかないですね。私は全く想像つかない気温ですね。極寒どころじゃないね。いや、本当に全然わかんない。で、もう夏はもっと暑くて、はい、夏は逆に暑くて、そう、逆に暑いの、うん、そうそう。で、あの南ブルガリア の、 あの、はい、サドボシっていうところでは、はい、最高気温 45.2 度です。へー、こんなにも温暖100度近く差ありますよね。寒暖差があるんですよ。寒暖差すごい。で、ちなみに今日のね、今日というか本日のブルガリアのソフィアの天気は曇りで、最低気温マイナス13度の、なるほど、最高気温マイナス4度です。あー、いや、なんか寒いなっていう感想しか出てこないですね。はい、ではですね、ちょっとお時間が来ましたので、はい、この辺りにね、どうかなと思います、はい。では、以上ロードツーブルガリアのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングに近づいてまいりました。北野しおりのリアルドライ、皆様いかがだったでしょうか。お聞きいただいている皆さんに、こんな感じでコスプレイヤーの世界などについてこれからも、ご紹介していきたいと思っております。はい、そして我々2人の活動はツイッターやブログなどを検索していただければ嬉しいです。そして、この番組をお聞きの皆様のご感想、ご意見もどんどんお待ちしておりますので、こちらのメールアドレスまでお願いいたします。メールアドレス info@plus-vox.com 北野しおりのリアルドライまでお願いいたします。それではまた次回お耳にかかりましょう。皆様のお相手は北野しおりと佐藤美久でした。ではまたお耳にかかりましょう。